そんな男が本気出したらどうなるかはなんとなく想像つくでしょう。恐ろしいと思いますよ。<laughs> 筋肉料理の方は性欲がとてつもないと聞いたことがあります。<laughs> つもないわな、まあ。つまり人類最強肉体を持つ室伏工事さんは夜の方もものすごいのでしょうか。ご教授お願い申し上げます。知らん。室伏工事の夜は知らん。知らんけど。まあ、一般の方と比べれば 間違いなくものすごいだろうと想像がつきますよね。室子王子ですから。ええ、7.26キロの鉄球を84メートルぶん投げる男ですから、7倍の49キロの女性をぶん投げたとしても、7分の1ですから、15メートルは投げられるみたいな、12、三3メートルか。ぶん投げられる計算になりますから。恐ろしいでしょ。その時点で。ええ、49キロの女性を 1 0ルぶん投げられる男いますそんな男が本気出したらどうなるか、なんとなく想像つくでしょう。恐ろしいと思いますよ。ただ、たげそうも恐ろしいですよ。やめろ、バカ野郎。婚活でお相手の男性の持っているものを、知識や年収が高いと、自分が卑屈な気持ちになってうまくいかなくなってしまいます。何かアドバイスいただけると嬉しいです。 卑屈になってしまうなら、そう感じないように自分を準備しておくべきなんじゃないですか例えば分かんないけど何でもいいけどさうん。自分磨きをする、お料理をすごく得意にしておく、知識を増やす、自分も収入を上げておくとか、かそういったものに見劣りしない自分で、私なんかダメだって思わない自分になっくしかないんじゃないのね。それしかねえよ。 俺だって明日テイラー・スウィフとかなんかと出会って「じゃーって言ったらさ「いやーこの人何十億も稼いでんだよな」っつって「あ身長漏れる高えな」とかさ「あらら綺いだな」とか「多分うめえ」とかになったらさちょっと緊張してうまく話せない可能性もゼロじゃないなと思ってだけどやっぱり自分に持ってないもの持ってる人にこう 遠慮がちになっちゃうな俺でも起きるだろうなと思うよなだからそうならないような自分をこう準備しておくっていうのは結構大事なんじゃないの大したアドバイスじゃねえけどな